よし、今回はガンダムシリーズに登場する機体の中でもかなり変わったモビルスーツを解説していくぜ。その機体はガンダムにおいてどのような立ち位置なの？この機体は型式番号は AMS-16M ザメルという機体で、1年戦争末期にジオン公国軍が開発したとんでもない能力を持つモビルスーツなんだぜ。その機体がどんな凄さを持っていたのか、ガンダム好きとしては興味深いね。今回はこのガンダムシリーズの中でもかなり変わった機体、ザメルの機体解説、そしてもし1年戦争初期に開発されていたなら、どうなっていたかを考察してみたい。考察。本機の凄さは機体背部の 680mm キャノンの威力でトリントン基地を一撃で破壊するほどの威力を持つ。そしてこのような巨大な砲を保つ場合機動性が劣るというのが鉄板なのだが、脚部はドムにも採用された熱核ジェットエンジンによって実は最高速度 220km 配で移動するという、まさにとんでもない機体なんだ。もし、最初にこのような本機が1年戦争末期ではなく、1年戦争開戦初期に開発されていたなら、地球連邦軍とジオンに公国の戦いはどのようになっていたかを考察していきたい。ザメル早期導入によるジオン公国勝利可能性の分析。分析要素。1、ザメルの戦術的価値。680mm カノン砲による圧倒的火力、トリントン基地司令部破壊級の破壊力、連邦軍の戦略拠点に対する脅威度が極めて高い、高い機動性、最高速度 220km 配、ドム同様の熱核ジェットエンジン搭載、鈍重な外見に反する高機動力から。2、1年戦争初期の戦況への影響、地球侵攻作戦における優位性、ジャブロー攻略戦での活用可能性、連邦軍基地への長距離砲撃能力、モビルスーツ戦での戦術的オプション、ザク2との連携性、砲撃支援型モビルスーツとしての役割確率。3、想定される連邦軍の対応、対モビルスーツ戦術の早期確立必要性、地上基地の分散配置検討、ジムの開発加速化、対大口径砲への防御強化、考察、戦略的影響、連邦軍の重要拠点に対する威嚇効果が極めて高く、初期の地球侵攻作戦での成功率が大幅に向上。長距離砲撃能力により、連邦軍の防衛線構築を妨害可能。高機動力からによる戦線の誘導化が可能。技術的影響。大口径砲の実戦データ収集が早期に可能。熱核ジェットエンジンの運用ノウハウ蓄積。航続モビルスーツ開発への技術的フィードバック促進。課題点。高コストによる大量生産の困難さ。整備補給体制の確立必要性。パイロットの習熟度要求の高さ。結果、ザメルの早期導入により、ジオン公国の勝利確率は約 40% 上昇したと推測される。主な要因、連邦軍の重要拠点に対する早期打撃能力、地球侵攻作戦での戦術的優位性確保、モビルスーツ運用の幅広い選択肢獲得。ただし、完全な勝利のためには以下の条件が必要。効率的な生産補給体制の確立、熟練パイロットの育成、ザメルを中心とした統合的な戦術ドクトリンの確立。結論として、ザメルは1年戦争の戦況を大きく変えうる潜在力を持っていたが、それだけで確実な勝利を保証するものではなく、総合的な戦略と運用体制の確立が不可欠であったと考えられる。まあこんな感じで勝率はあえて、50% ではなく 40% に留めておいたよ。ザメルはすごい機体だけど、連邦もどんどんすごい機体を開発していったからね。そうなんだ。ボールとジムの大群などはザメルが苦手とするところだろうしな。まあしかし、ザメルの 680mm カノン砲による戦略拠点への攻撃能力はすごいし、予想以上の機動性がもたらす戦術的柔軟性は魅力的で、これらの要素が1年戦争初期から活用できていれば、戦況は大きく異なっていた可能性が高いのは間違いない。ザク2との連携。よし、続いてはザク2とザメルの戦術的連携について考察してみよう。主に以下のような運用が考えられるんだ。ザメルは後方から 680mm カノン砲で敵陣地や要塞を長距離砲撃。ザク2部隊は敵が砲撃から体勢を立て直す前に一気に接近戦に持ち込む。敵が分散して避難を試みた場合、ザク2が個別撃破。陽動作戦、ザク2部隊が正面から模擬攻撃を実施。敵がザク2に対応している間に、ザメルが側面から重要施設を砲撃。混乱した敵陣形をザク2が突破。包囲殲滅戦、ザメルの長距離砲撃で敵の退路を遮断。ザク2部隊が前後から挟み撃ち。敵の後方支援を 680mm カノン砲で封殺。拠点制圧作戦。ザメルが敵基地の防衛施設を重点的に破壊。ザク2部隊が残存する地上部隊を排除。ザメルの存在を示すことで、心理的威圧も実現。機動戦での運用。ザク2の高機動力を活かした策的。
発見した目標をザメルに誘導。ザメルの砲撃後、ザク2が掃討。これらの戦術において重要なポイントは、ザメルの圧倒的火力をザク2の機動力で活かすこと。敵の対応を分散させ、戦力の集中を防ぐこと。双方の特性を活かした役割分担の明確化。通信連携による正確な標的情報の共有。ザク2による近接護衛でザメルの弱点を補完。このような連携により、地球連邦軍は効果的な対応が困難となり、撃破される可能性が高まっていただろうな。特に初期の混乱期においては、この組み合わせは非常に効果的だったと僕は思う。このようなすごいモビルスーツが初期からあったなら、地球連邦軍はどのような対策をとっていたと思う？よし、それではそれについて考察してみようか。連邦軍のザメル対策分析。1. 組織体制の再編。基地配置の見直し。重要施設の地下化推進。司令部機能の分散配置。偽装基地の建設による欺瞞作戦。バックアップ施設の整備促進。防衛体制の強化。早期警戒システムの確立。対モビルスーツ専門部隊の早期編成。680ミリカノン砲の射程圏を考慮した防衛線の再構築。機動戦闘部隊の新編成。2. 戦術開発。対ザメル専用戦術。長距離砲撃に対する分散回避マニュアルの整備。夜間や悪天候時の行動指針確立。機動部隊による吸収戦術の開発。対モビルスーツ戦闘共犯の早期確立。迎撃作戦。早期発見迎撃システムの構築。複数の小規模部隊による分散攻撃。対地攻撃用航空部隊の強化。機動戦重視の部隊再編。3. 技術開発の促進。防御技術。対680ミリカノン砲用装甲の開発加速。基地防御システムの強化。電子戦能力の向上。迎撃システムの開発。対抗兵器開発。事務開発の大幅な前倒し。対モビルスーツ用長距離誘導兵器の開発。高機動対地攻撃機の開発。EMP 兵器などの特殊兵器研究。4. 運用対策。情報収集強化。ザメル情報の優先的収集。熱核ジェットエンジンの特性研究。弱点分析専門チームの設置。通信傍受システムの強化。訓練体制。パイロット育成プログラムの改定。対モビルスーツ戦訓練の強化。シミュレーション訓練の導入。緊急対応訓練の実施。想定される効果。即時的効果。重要施設の被害軽減。効果的な初動対応の実現。部隊生存率の向上。中期的効果。モビルスーツ開発の加速化。対モビルスーツ戦術の確立。防衛体制の近代化。長期的効果。総合的な対モビルスーツ能力の向上。新型兵器の実戦配備。組織全体の戦術革新。ざっと挙げるとこんな感じ。特に重要なポイントとして、以下の3点が挙げられる。重要施設の地下化と分散化は、ザメルの主要な攻撃手段である680ミリカノン砲の効果を大きく減じることができるはず。早期警戒システムと迎撃体制の確立により、ザメルが射程圏内に入る前に対応が可能となる。事務の開発加速化は、最終的にザメルに対抗しうる唯一の有効な手段となるんじゃないかな。これらの対策って、初期には大きな混乱を伴うけど、連邦軍の組織的な対応力を考えれば、徐々に効果を発揮していったと考えられるんだ。こんなすごい機体にもある程度対策ができたってことね。そうだな。ザメルが量産化されていたなら、本当に危険な状態になっていたと思うけどね。よし、それではここからはザメルの機体解説をしていこうか。機体解説。ジオを彷彿させるボディ、モビルアーマーのような巨大なサイズを持つが、ホバー移動により、ドムとローペンと同レベルの高速移動能力を持ち、さらに、中長距離にて圧倒的制圧力を持つ、巨大カノン砲を持つザメルは、これまでのモビルスーツの常識を覆す規格外の機体であることから、地球連邦軍を恐怖に陥れたのである。今回はそんなザメルの機体解説を行っていく。本機は機動戦士ガンダム00AT3 に登場するジオン公国が開発した機体で、開発はキャリフォルニアベースで行われた。本機はドムに採用された熱核ジェットエンジンを使用し、背中の大型熱核ホバーユニットは地面まで届くほどの大きさを持ち、熱核ホバーユニットを搭載する2本の脚部と合わせると極太の三脚に近いのであるが、鈍重層に見えるシルエットに似合わぬ高い機動性を誇り、陸上での最高速度は 220km 速を誇る。ザメルは1年戦争末期にジオン公国軍がキャリフォルニアベースにて3機を製造したのだが、
その中の一機がジオン残党軍に渡り、0083年に起きたデラーズ紛争にて使用されたのである。本機はヒルドルブの系譜とされ重砲射撃に重点を置いた運用コンセプトや、物合い回りの設計が共通している。ザメルのメイン武器は 680mm カノン砲だが当時の一般的なモビルスーツとは、桁違いの破壊力を誇り、それは作中においてもしっかりと描写され、トリントン基地司令部を一撃で壊滅させたほどの威力を持っている。これは核融合炉を搭載した強度級戦車として知られるヒルドルブの方、宇宙戦艦用のものを転用したものでザク26機と61式戦車2両と、互角を繰り広げたほどの強さを誇るがそれ以上の射程距離と火力を持っている。この圧倒的火力を誇る巨大カノン砲は通常時は折りたたまれており、巨大な後部スカートに固定されているが使用時にバレルを展開し、砲撃体勢をとる。また脚部も大型化かつ複雑な構造をしているのであるがその理由は、巨大なカノン砲射撃時に生じてしまう強烈な衝撃を緩和する目的である。また、設置面積も巨大化しているのだがその理由は、巨大な本機を高軌道にするために大容量の熱核ジェットホバーを、そこに内蔵させていること、また、前述したように強烈な射撃の反動に、耐えるためであることであり、さらに、脚部が破損してしまった場合、砲撃に対して致命的な障害を受けるため、フロントスカートが大型化されている。また、後部のスカートも大型化されているがこちらに関しても巨大カノンの方の影響で、その大きさはなんとザメル本体と同等のサイズであり、それらは上下に分かれており上部にはミサイルランチャー用の弾倉と、カノン砲用の弾倉が格納されている。また、後部スカートの下部は、ドムとローペンと同程度の高軌道を維持するための、熱核ジェットホバーとなっている。本機が持つような巨大なカノンを装備し機動力を高めるためには、このような巨大な脚部や後部スカートが必要となるのである。通常ではありえない巨大サイズのカノン砲を持つザメルは、それを運用するために前方が操縦席後部が砲撃席の複座式となっており、基本的には2名体制での運用を前提としているのだが、それらを一人でこなせる高度なスキルを持つパイロットであれば、一応、一人で運用することも可能ではある。しかし、本機のような巨大かつ高軌道、さらに遠くの敵に狙いを定める、中長距離を主体とした機体を扱うには相当な技術が必要であり、多くの場合、このようなパイロットは存在しないことから、基本的には二人での運用としているのである。本機は長距離射撃とホバーでの高速移動に長けた機体だが、それらを活かすために、頭部には通常のモビルスーツが持つ物合い以外に、モニターカメラやメインセンサー、アンテナレーザーカメラなどを備えているため、遥か離れた拠点などのにも精密射撃が可能なのである。艦は9台、デラーズフリート中尉ボブはザメルに乗りトリントン基地に、大ダメージを与えた名パイロットであるが、そんな彼が0083作中において本気を刺して、どうせこのデカ物は回収艇には乗りませんよと言っている場面があるのだが、デカ物と描写されるザメルがなんとも滑稽と感じたものであった。以上、艦は9台である。それでは解説を続けていこう。巨大すぎるカノン砲を搭載することで遠距離での攻防に関しては、圧倒的な強さを誇る本機であるのだが、近距離での戦闘は非常に苦手であり、東部バルカン砲とミサイルランチャーくらいの装備しかなく、また、ドム系モビルスーツと同様のホバー移動のため、直線的な動き以外は非常に不得意であり、敵に近づかれてしまうとなすすべがなくなることが多く最後の手段は、その巨体を生かした体当たりのみという非常に原始的なものである。その他の装備としてはオプションでビームサーベルがあるのだが、詳しいことはわかっていない。本機のメイン武装である巨大カノン砲は折りたたみ式なのだが、それが故に砲撃時にしっかりと固定されておらず、精度が低くかつ、ミノフスキー粒子散布下での射撃には敵を観測するためのチームが必要とされ、
本気運用の足かせとなっている。テラーズフリートは1年戦争終了から3年後、トリントン基地攻撃参加し、司令部を一撃で破壊と凄まじい結果を残したのであるが、その後追撃されていた時に重要機体とされていた、強奪したガンダム試作2号機を逃がすための盾となり、最終的には撃破されるという悲しき最後であった。ここからはザメルに関連のある機体をいくつか解説していく。メルザ・ウンカノーネ。メルザ・ウンカノーネは本編に先駆けてカトキはじめ氏によりイラスト公開された、ザメルの準備工バージョンを指す。このデザインからアニメーション用2線を減らして、よりクリーンアップされて完成したのがザメルの決定光である。決定光との際は、胸部中央部が上下に割れた砲弾状の首になっているもの合いは、割れ目の隙間に沿って、装甲の内側を動く、その後方、いわゆる頭部のあるべき部分に剥き出しのセンサーユニットが、複数林立している、肩アーマー一面にスパイクアーマーが施されているスパイク1個の大きさは、ザク2のものと同じ、下腕部、および足首のデザインはドムトローペンと同一。鉄パイプを束ねたような、左肩の多弾層ミサイルランチャーのデザイン。これが決定光との際である。もともとザメルは、カトキ氏が先にデザインしたゼクツバイをルーツとした巨大 MS であり、歩行不可能な多重分割された脚部、推進補助用の巨大スカートなど、巨体ゆえに人型を外れたフォルムというコンセプトはゼクツバイのものであった。随所に既存 MS のパーツを有用したのも、一目で巨大物とわかるようにするためという、デザイン上の意図があった。なお、陸上用巨大 MS であるザメルには、腰部正面が折りたたみはしごと、バケットのようになって、乗員を胴体から地上まで移送する、昇降装置が装備されている。ギミックそのものは準備工の段階で考案されていたが本編には登場しなかった。ここからはライノサラスの機体解説を行う。機動戦士ガンダムガイデンコロニーの沖立ち出に登場する試作大型機動兵器、拠点防衛用に開発されていた機体ではあるが、開発系譜や性能について謎が多いものの、ホバー移動を行う長距離砲撃用の機動兵器というコンセプトが、ザメルと似通っており、戦術の通りザメルと同様のヒルドルブとの関連性も想像される。以上がザメルと関連のある機体である。ここからは興味深い質問とそれに対する考察をご紹介する。質問。ザメルの方針と現実の大砲技術の観点に関する質問です。ザメルに搭載しているカノン砲は、背中に2つに折りたたまれており、砲撃時には組み上げて運用するのですが、現実の大砲技術の観点から見れば、作り出すことは可能でしょうか？回答。私は不可能だと思います。ザメルの主砲の口径は確か戦艦並みの大きさで、おそらくガンダムの世界ではそれに頼る素材があり、折りたたみ式であっても大丈夫な感じなんだと思います。しかし、現代の兵器に置き換えて考えてみると重戦車に、戦艦の主砲を取り付けるようなものであり、確実に戦車の方がぶっ飛んでしまいます。しかも、その主砲を折りたたみにするのは強度的にも難ありで、こちらもまた撃った直後に折りたたみ部を中心にぶっ飛んでしまいます。勝手な憶測と読みにくい文章ですが、参考になれば幸いです。以上、興味深い質問と内容でした。ここからはザメルに関する人々の声をご紹介していく。見た目のイメージの30倍くらいの速度で動いてて初見はびっくりした。射程重視しつつ精度はほどほどでいいなら折りたたみ方針で十分かなし円火力ならそんなもんかも。動かない陣地に榴弾ぶち込むならちゃくちゃ高い精度と回覧し、ちゃんと固定できてるならさほど影響ないかも。まず折りたたみ方針なんて精度でないっていうのが所詮は宇宙移民も達成できてない未開の部族の感想というのを忘れてはいけない宇宙世紀なら余裕なんだろうよ。一年戦争時代ならこいつが並んで一斉発射するだけで基地は壊滅すると思う。ザメルといいヒルドルブといいそういう系の顔の機体大好きなのに全然後続が続かなかった。
すっげえ見た目は好きなんだけど作中の扱いがブラウブロやザクレロみたいな一発ネタ MS で映画に至ってはいたかもどうかも記憶にない。作画が良かったのはある意味救い。アニメーターが少ししか描かなくていいから許されるデザインというのもあるからな。メルザの方は名前がいかにもただのドイツオタ丸出し感が強くてガンダムっぽくなかったり設定画のままだと線が多すぎてメターが死ぬので設定は没になって代わりにザメルの方が正式な決定校となった。長所とことん伸ばした結果あちこち短所がボロボロ出ちゃってるけどそれでも大好きザメル。機動力がないわけではないけど一度攻撃すると敵に捕捉されるだろうしやっぱ戦闘開始でそのまま片道切符みたいな機体なんだろうなって。でデザクマシンガンとか一通り持てるんだろうけどもう少し固定武装も欲しいなこんだけ図体でかいんだしバルカン砲だとか近づかれても使えそうなやつを。指の本数が少ないのが砲撃に特化してるので補助的な役割だったり。対戦末期の設計だからコスト削減の一環だったのかと考えられて好き。それではそろそろ終わろうよ。はい、視聴者の皆様、最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録、そして通知設定をしてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。